コレクターアイテムは日本の競争馬である。馬名の意味は秘蔵の骨董品。主な価値倉は2012年のアルテミスステークス。2012年9月15日、阪神競馬場で行われた芝1600メートルのメイクデビュー戦に出走し、初勝利を果たす。自走はデイリーハイ2歳ステークスに出走し、最後の直線で最高峰から追い上げたが4着に、敗れた。 続けてこの年から新設された、アルテミスステークスに出走した。集団からの競馬になり、最後の直線で猛追してきたアユさんを、振り切りレコードで勝利、重賞発制覇を果たした。この後半身ジュベナイルフィリーズにも出走したが4着に、敗れた。年明け初戦は、クイーンカップに出走したが9着。大賀賞は15着に敗れた。5ヶ月の休養を挟んで、 ローズステークスに出走したが12着。続く、周歌賞は15着に敗れた。さらにオープン競争のキャピタルステークスにも出走したが18着。シンガり負けを喫した。京都品場ステークスに出走するも12着に敗れる。続けて、ダートのオープン競争を2走したが、いずれも9着、12着に敗れた。その後、条件場に降格するも惨敗が続いていたが、 11月の高野市山特別で久々の勝利を挙げた。その後は惨敗を繰り返し、2015年11月27日付で競争場登録を抹消された。引退後は生まれ故郷の八代大ファームにて繁殖品場となる。ありがとうございます。